他の農家はどうやって儲かってるのか13パターンお話ししましたけど、いやもっとあると思います。もしくは複合的な部分もあると思います。このようにですね、もう儲かり方ってね実はいっぱいある。でも山下さん結局なんか農業以外でお金取ってる人たち多くないですかって。そうなんですよ。いいところに気がつきました。実は今農業だけで儲けようとするとやっぱり相場だったりコストがかかったりっていう風に結構キツキツな場面があるんですよ。つまりそこで何とかしようとするとコストだけ高くなって、売上よりもコストが高くなる、だからその売上を上げるためにまたコストをかけるっていうこの負のスパイラルになってしまうんです。でそこに早く気づいた人っていうのは農業の損益分岐規模っていうもので確実に利益が出てそれ以上は拡張しない、もしくは、値段を決めて拡張していけばいくほど利幅が大きくなるっていうふうな王道の農業というものを一旦やった上で自分に他に何ができるんだろうというふうな自分が持ち合わせているセンスを生かした稼ぎ方儲かり方っていうものを今時の農業者さんはやってらっしゃるんですよっていうお話なんです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下弘之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですのでこちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマこちらになります。他の農家はどうやって儲かっているのか第2弾ということで、前回からね、ところで山下さん他の農家さんってどんな風に儲けてんのっていうね、そもそも、一番素朴な農家の疑問我が家のことは分かるけど他の農家さんのことはよく分かんない、まあ、聞くわけにもいかないし、お前んちどうやって儲けてんのってなかなか聞くわけにもいかない、ということで最先端これからの販売戦略ね、13パターンいきますよ。13パターン多いな。いやこれもねごく一部ですよ。で実はもう結論言うと儲かるパターンってもう一件一件違うんですよ。一件一件もそれぞれもう10件あれば10件やり方があるんですよ。まあ、その中を強引に僕が13パターンに今分けただけなんですけど、まあまあ皆さん方もああこれうちもそれハマってる、ああうちもこれあるっていうふうに、まあ、自分の中で、まあ、採点っていうか当てはめながらやっていただければいいし、もしくは複合的にねやってらっしゃるところもありますので、もう本当ね自分のところは何どういうことをやることによって、利益が出てるのか儲かってるのか、これいわゆるキャッシュポイントっていうんですけど、これを分かってやってる方と、なんでだろう、あれうちなんで儲かってるんだろうって、ね、自分の力で儲かってるのか他力本願で儲かってるのかとか、いろいろね自分の経営がどんな風になってるのかっていうのは、ね、これ知ってた方がいいですよ。まあそういうことのねお役に立てればいいなと思ってます。で、まあ、毎回ね、ご案内してますけど第39回伸び地セミナー、これ毎月、伸び地セミナーやってるんですけれども、今回11月の9日、まあ、今回の内容も踏まえて、これからの販売戦略って話をします。で、今日はですねこの13パターン話をするんですけど、じゃあ具体的にどうしていけばいいのって話は、まあ、セミナーでお話します。で今日はまずこういうのがあるんですよというふうなねダイジェストをちょっとお届けしようかと思ってます。さあで前回はこれありましたよね、契約栽培で規模拡張していくスケールメリット、そして、そのパターンもあるんだけどもうどん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 拡張して売り上げも上げていくっていう儲け方もあるんだけど、いやうちはもう契約で値段は決めるんだけど逆にコストを下げることによって利幅を上げていくよっていう削減型、でいずれにしてもこの契約栽培とか相対取引っていうのは儲ける経営というよりも安定した経営なんですよね。安定した経営、そしてそこで求められるのがこの器量という器、いわゆる経営力っていうこの経営センスっていうのが非常に問われます。だから私は今から農業者は経営者であれって、まあこういう時代背景をもとに経営力がなければこれを持続継続安定させることができない、まあそういうところから今経営っていうものをね各地で、農業者さんにねサポートさせていただいてます。さあこれは前回までの復習で、これから13パターンいきますよ。13パターン。じゃあ山下さん今のなんか流行りっていうかトレンドっていうか最近儲かってる農業者さんねどうやって儲かってるのいきますよ。まず1つ目、はい、これはもう直販型直売型、これも皆さんお分かりですよね。
小売価格で販売する、例えば道の駅とかで販売する時もあれも店頭価格で売りますよね。もちろんそこから手数料は引かれるんですけど、 EC サイトで販売しているね、楽天とか食べチョクとかポケマルとかに出している人たちもあれ売り値で出してますよね。送料も別途で、で売り値で出して送料も別途で出して売っている。でそこから手数料引かれた分が振り込みになってくる。でさらに言うとそれを自社で、なんだろう、ストアーズとかね、そういうのを使って自分でサイトを作って売ってる人もいらっしゃいます、まあ要はこれって何なのかって言ったら、ここ赤字で書いてありますけど、これも農業なんだけどやってることはもうサービス業、サービス業、小売業なんです。はい、つまり他の農家はどうやって儲かってるのって、実は農業をやりながらこういう小売業をやってるってことなんです。小売業だけどこれできる人とできない人いますよね。なぜかというと、このネット販売とか直接販売する、これは商売センスが求められるからなんです。商売とかやったことがない。そうなんです。今 EC サイトや自社サイトで直販ダイレクト販売するんだけど、この実はこれやってることが商売だから、いや私は農家ですよ、作り手ですよっていう人がここに入り込んでもなかなかうまくいかない。なぜか、これ商売センスがいるから。で商売センスのない人がやったってうまくいくわけないんです。だってこれ小売業だもん。はい、じゃあ次行きますよ。他の農家どうやって儲かってるのか。はい、観光農園です。観光農園、体験農園、そして観光型、ね、食育や研修や教育、まあ、こうやってお客さんに来てもらって、そこでお金を入場料とか、いちご借り、いちご買ってくれるお金を回収する、人を集めるっていうサービス業、また出ました、またサービス業で、サービス業なんだけどこれはもう観光業です。いいですか。いやもう私は農家だからじゃなくて、もうこれ観光業なんですよ。で観光業は何をやんなきゃいけないかって、集客をやんなきゃいけない、人を集めなきゃいけない。だから農家さんが、私は観光農園やりたいんですって言って一生懸命畑整備してますけど、人を集める集客のセンス磨いてますか。人を集めるための勉強してますか。観光業の勉強してますかって、いや、やってません。だって私今農園を観光でお客さん来るために頑張ってます。いやこれをしっかり集客の勉強したり観光業の勉強してる、そういった農家さんも多かってるんですよ、ね、もっと言うと一番儲かってます。だって芋掘りやらせるわ、芋のない植わせるわ、草刈りさせるわ、 人を集めて金をもらっていろいろやらせてますからね。これ実はめちゃめちゃ儲かってるんです。だけども人を集めきれればね、集めきれなければ、観光取りがなければ、ただ整備している経費の方が上回って、売り上げより上回って赤字なんですよ。はい、じゃあ次、他の農家どうやって儲かってるの。はい、実は自分の農産物を相対取引で売るだけではなくて、周りの農家さんのやつも仕入れて販売してあげるって。もうそれって成果業じゃない。そうなんです、成果業で儲かってるんです。仕入れ販売で儲かってるんです。私は作るだけなんでそんな仕入れ販売なんてできませんよ。そうなんです、こういう農家さんはビジネスセンスが求められるんです。仕入れと販売する、もうこれビジネスですよね、つまり他の農家どうやって儲かってるんだって、こんな成果業やってる。で中には仕入れて販売するだけじゃなくて、あすいません、ちょっとお客さんからもうちょっと玉ねぎ作ってくれって言われたんで、山下さん玉ねぎ作ってもらっていいですかって、あ私が買いますからって言って農家さんに作らせる、そういう農業をやってる人がいらっしゃるんですよ。そういう農業者さんってこのビジネスセンスが求められています。で他の農家はどうやって儲かってるの、次は補助金活用なんですよ。ね、いらっしゃいますよね、やたらと補助金取るのが上手な農家さん。こういった農家さんは、通常、ね、5000万かかる設備を、まあ、3000万ぐらいで、作ることによって、だって出ていくお金が 2000万円ぐらいで済むわけでしょ、補助金が3000万入ってきたら。だから2000万しか出ていかない農家さんと、こっちは当たり前に5000万で買った農家さん、どっちが儲かりますかって話。つまり出ていくお金が少ないってことは売り上げを下回るから儲かってるんですよ、だけど補助金で、1億の、設備投資をして、それをまあ5000万で建てることができたんだけど、結局は5000万は自分のお金を出さなきゃいけないんです。でその5000万の経費が売り上げを下回ったりなんでしてね、
結局経費の方が高くなったと。これは本末転倒ですけど、上手に補助金を使って売上よりも出ていくお金を下げる、そのための補助金活用をやっている。ただし補助金取るのってめんどくさいよね。僕もね、何回かお手伝いしたことあるけど、まあもう本当にね、補助金取らせる気があるのかっていうぐらいなんか難しい。で、提出してもあダメですよって、で提出もあダメですよって、もうどういうことって。だから補助金で儲かろうとするには、この資料を作成するセンス資料を作成するセンスがいるんですよ。はい、じゃあ次、他の農家どうやって儲かってるのか。はい、福祉人材の活用ね。福祉人材の活用ってね、福祉事業者とか、就労施設の利用者の方とか、いわゆる低賃金で働いてくれる、そういうまだ今から就労しようっていう人たちたくさんいらっしゃいますよね。で、こういういわゆる農福連携というやつなんですけど、上手に、通常だったらね、いわゆる最低賃金を払わなきゃいけないんだけど、まだ、B 型事業所さんとかは、工賃ですから、最低賃金にはちょっと当てはめなくてもいい今仕組みになってるんで、じゃあ、この業務をやってくださいねって、業務委託したり時給で計算したりすると、通常だったらまあ、ね、時給1000円払わなきゃいけないところを、まあ、500円ぐらいでやってくれたり400円ぐらいでやってくれたりっていうふうに、上手に人件費の出ていくお金を下げることによって、売上よりこの経費を下げるっていう儲け方、分かりますよね。人件費を、あんまり使わないでいいように、こういう福祉人材を活用して、売上はキープしたまま出ていくお金を下げる、こうやって儲かってる。ただこれをやるのにですね、なかなかやっぱこう人間力、必要です。やっぱりそういった施設を利用されている方ってやっぱ何かしらのハンディを持っています。そのハンディを持っている方を管理する職員の方いらっしゃるんですけど、そういったホスピタリティというかね、いわゆる人を活用するわけですから、で健常者のみならず、その新商社の方々も、もしくは福祉の施設を利用していらっしゃる方を活用させていただくということは、それなりのやっぱり人間力がないと、ね、牛馬みたいに、無茶な働きをさせてはいけません。だからその寛容な、包容力が必要とされるんで、農福連携は農福連携で、活用されているところはあるかもしれませんけど、この、そこの事業主っていうのはやっぱり包容力で人間力のあるっていうところが問われます。さあ、他の農家はどうやって儲かっているのか、こういうのもあります。企業コラボです。何この企業コラボ。実は企業も農業に参入したいというふうな流れはもうね、2008年からずっとあるんですけども、その中で自らが農業をやるというよりも、いや自分たちで農業ゼロからやるのにはちょっとハードルが高いと。じゃあ今農業をやってる人たちと組もうということで、一緒にやりませんかと。いわゆる企業の新事業と農業を一緒に合わせる。で、そうすることによって企業からお金をいただきながら農業をやるっていうふうなやり方もあります。で、もしくは企業が自分たちで農業事業、農業ビジネスをやろうとすることに、農業の業界のこと詳しくないんで、ノウハウを提供することによって、所得を得るっていうふうなことになります。で、これはもうすでに、もうサービス用の域になります。ただ企業とコラボするためには、この企業センスというのが必要になります。企業センスって何ですかって言ったら、やっぱり世の中の会社、企業というのはどういう成り立ちで、どんなことをやってるのかっていうふうな、ちょっと社会学が必要になります。会社のことがわからない、ビジネスマナーがよくわからない、世の中の会社がどうやって儲かってるのかわかんないっていうふうな方は、このコラボしようと思って会話が成り立ちません。会話がね。で、これ、もともと企業に勤めてましたよ、そして今農業やってますよっていうふうに、企業も知ってる、農業も知ってるような人にはね、こういったことが今トレンドになっています。で、もちろん実は僕もこの企業コラボですよね、以前農業やりながら企業と一緒になって、ベンチャー企業で農業やってたということになります。で、そのベンチャー型というのも実はあるんですけど、このベンチャー型っていうのはですね、もういわゆる企業が農業ゼロからやって、企業もしくは個人の人が、資本金を集めます。私はこういう農業をやります、ね、ニューヨークでね、イチゴを作って大成功しようとしている若者もいますよね、
でプレゼンするんですよ、ね、プレゼンっていうのはこれピッチって言うんですけどね、投資家さん、私はこういうことによってこういうふうに社会を変えたいんですというふうに、この、資金を集めるピッチセンス、そしたら、そんなこと考えてるの、じゃあお金出すよって投資家さんが投資をしてくれる、そうやって投資してくれたお金、これある意味利益です、うん、投資をしてくれた、私はこういう農業をやりたいんですということによって、ね、野菜とかまだ作ってないのよ、作ってないのにお金が集まってくるのよ、すごいでしょ。そういう儲かる農家もいるんですよ。ピッチ型、ベンチャー型、聞いたことないでしょ。いらっしゃるんですよ。はい。じゃあ他の農家どうやって儲かってるのか、まあ、次はちょっと分かりやすいですよね。農業サービス事業、うん、いわゆる農家さんが農家さん相手に商売をするってことです。例えば堆肥の販売、畜産農家が農家さん相手に堆肥を販売することによってビジネスをする、農家が、農家のいわゆるお米の、ね、作業受託、田植えと稲刈り代わりにやりますよ、作業受託、ね、で代わりに苗を私が作って苗を売りますよ、苗の販売、もしくは自分のところでオリジナルのぼかしや土壌改良剤を作って売る、いわゆる農家が農家の困っていることを助けてあげようとする農家を対象にしたサービスです。ただこれをやるにはその農家、その地域の中のコミュニケーションセンスが必要になります。なんかあいつなんか堆肥とか苗とか売ってるけどあいつ嫌いだって言って地域で嫌われたらそれ商売が成り立ちません、うん、もしくは他の自分の地域では売れるんだけど他の地域に行ったらなんかよそ者が来たかなんか言って、買ってくれなかったりします。だからこの時は農家地域コミュニケーションセンスというのが求められます。さあ他の農家どうやって儲かってるんだろうか、どんどんいきますよ。さあこれコンサル事業ですね。コンサル、農業コンサル事業、つまり私です。これ私です。農業コンサル事業、いわゆる栽培ノウハウや販売サポートや経営会計サポート提供ということで、私は各地のいろんな農家さんを、まあ、コンサルすることによって、まあ、お金をいただいてるんですね、うん、もしくは自治体に、呼ばれてこういったものをトータルでサポートするっていうのことでお金をいただいてるんです。まあ、こういう農業もあるんですよ。で、このノウハウって僕もあるけど皆さんもあるでしょ。だってやってるんだから、栽培やってるし販売やってるし経営やってるんでしょ。だからもう誰でもできるって、まあ、誰でもできるって言ったらまあ語弊ありますけど、でもやってるんでしょ。それ教えりゃいいのよ、うん、そしたらお金くれるんですよ。そういう儲け方があるんですよ。ただちょっとやっぱセンスがいります。そのセンスは知識、言語化、表現センス、うん、で知識もありますよね、経験もありますよね、技術もありますよね。だけどそれを僕みたいに言語化したり、この表現したりアウトプットしてちゃんと相手に伝わるっていう、伝える技術、伝えるセンスっていうのが実はこれ求められるんです。はい。じゃあ次、他の農家はどうやって儲かってるのか、はい、副業農業、副業農業です。農業以外のことで儲けてる。山下さんもそれ兼業農家じゃないのって、まあ兼業農家って昔流行った言葉ですけども、今は兼業農家なんていう言葉は使わないです。今副業農業といって、農業もやるんだけど違うところからも収入を得る。例えば建設会社をやりながら農業をやりますよとか、運送会社をやりながら農業をやりますよとか、ね、別の会社を運営する、うん、そして別に会社は持ってないんだけど実は今まで蓄えたお金を投資、運用しているっていう、資産投資ですね、資産運用でお金をいただいているっていう農家さんもいらっしゃる。もっと言うとね、農地が道がかかったとかで不動産収入、ね、なんかそこに新幹線が通ったからそこの農地を提供しなきゃいけなくて、年に何十万か不動産が入ってくる、まあ、そういう儲かり方をしている農家さんもいらっしゃる。で、まあ、最近多いのが太陽光事業ですよね。農業をやりながら、あそこはちょっともうね、水はけ悪いから、まあ、水はけ悪いからって言ったら申し訳ないけど、まあ太陽光事業にこう運用転用してる、うん、でもっとシンプルなのは、あうち夏仕事できないから、オフシーズンだから別のところで勤めに行く、まあ、これが昔でいう兼業農家みたいな言い方、まあ、別の言い方で出稼ぎなんていう言葉もありましたけど、今は副業です。だから農業は半年やって、あと半年は違うところで働く、うん、で一番手っ取り早いのがオフシーズン、仕事が うち夏仕事ないんだよ、あ夏はちょっと長野県とか北海道で仕事があるからって別の農業法人に働きに行く、そうやって儲かってる、ね、こう考えてみると儲け方っていっぱいあるでしょ、ね、
じゃあ次いきますよまだあるんかいって話なんだけど、じゃあ他の農家どうやって儲かってるのっていうことで、はい、出ました、政治プラス農業。いるよね、皆さんの周りでもいらっしゃるでしょ。で、農業をやりながら地元の議員になって、まあ、月々ね議員報酬をもらってるっていう、もうこの方も農業だけど儲かってますよね、うん、そしてなんか農業委員会とかなんとか土地改良区のなんか役員とかして、定期的に農協の理事とかもそうですよね、定期的にお給料もらってる、それほら役職手当てで儲かってる。でもしくは自分で農業やりながらどこかの肥料屋さんの顧問をやったりとか、どこかの企業の顧問をやったりとかして顧問報酬をもらってるとか、いいですか。農業っていっぱい儲かり方ってあるんですよ、うん、こうやって儲かってる。ただし この政治かける農業で儲ける人っていうのはやっぱり政治リーダーセンスが必要ですよね。政治力っていうのがちょっと必要になります。さあそしていよいよ最後ですね、他の農家はどうやって儲かってるの。はい、インフルエンサー事業、もう今時ですね、今時 YouTube や SNS のフォロワーによって企業案件を受けたり、まあ、SNS とかで自分の農産物をまあ高く売ったり、もしくは、その人の、カリスマ性によって、あ、僕の友達のこの商品もいいんですよって、まあ、最近はねステマとかはいろいろうるさくなりましたけど、周りの商品をこう宣伝してあげるみたいな、まあ、インフルエンサービジネスっていうのがやってる、ね、若手農家今いっぱいいるでしょ。すごいよね、影響力をどん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 高めることによって、この農家さんが作ったアスパラ1本何百円するんだみたいな、なんかそういう農家さんいっぱい出てきてるじゃないですか。いやーもうね、僕の時代そんなのなかったからね、すごいなって思うんだけど、ただこのインフルエンサー事業というのはやっぱりこの情報発信のセンスが問われますよね。上手にやっぱり情報を発信して人々の心をウェブ上でつかむっていうことが大事になります。そしてもう一個あったな、サブスクリ、次ですね、他の農家はどうやって儲かってるのか、サブスクリプション事業ってなんじゃそりゃと初めて聞きましたけどね、このサブスクリプション事業っていうのもこう言葉をまわらないんだけど、まあ、いわゆる定期的にお金をいただくビジネスをやっているってことなんです。例えばお米を定額で毎月5000円を払ってくれたら、もうなんか ずっとお米を送り続けますよっていうことで、お米を売るというよりも定期的な会員さんから定期的に5000円ずっともらう、うん、そしてじゃあ、お米がなくなった時に行ってくださいって言ったらこっちからずっと、月どのくらいまではお送りできますよというふうにずっとこうやる。なんかほらサブスクリプションってなんか、なんだろう、アマゾンとかネットフリックスとかも月々いくらで映画見放題ですよとかいうのあるじゃないですか、うん、だからそういえば私のノービジ会も実はそれですよね。定期的に1100円でずっと参加無料ですよとか相談無料ですよみたいなところをやってますんで、これもサブスクリプション事業なんですよ、うん、でそうそう、このほら自社野菜詰め合わせボックスとかよくあるじゃない、多品目作ってて、12ヶ月で定期的に野菜ボックスを送りますよって、これ会員さん月々4800円ですよとかで、4800円がずっと入ってくるな。でその時にできた詰め合わせボックスをこう送るって、だから月々4800、まあ5000円で100人会員さんがいると毎月50万入ってくるわけですよ。いい儲かり方ですよね。でその100人さん向けに詰め合わせセットを毎月送ると、でも毎月50万入ってくるわけだから、まあまあいい儲かり方じゃないですかね、まあ、ただここで必要なのがカリスマ的センス、カリスマ、山下さんから買いたいっていう、やっぱ山下さんのこの魅力、山下さんだから注文したいっていう、その人のやっぱ魅力、カリスマ性、なんかどこのなんかあいつから買いたくないなには、やっぱり魅力がないとサブスクで申し込まないですよね。だからアマゾンとかネットフリックスとかあれだけのコンテンツがあるから、魅力があるから月々いくらって払う。だからもう山下さんのお米だったらもう月々5000円払ってずっとその人の米食べたいっていうふうに、やっぱカリスマ的な魅力で、野菜ボックスも山下さんのところの野菜いろんなね、アラカルトが入ってて楽しいわ、だから頼む、山下さんの考え方が好き、山下さんが、働いている姿を応援したいなどなど、このカリスマ的なセンスが必要になってくる、まあ、こんなことになっています。さあ今回もすみません長くなりましたけど、いかがだったでしょうか。他の農家はどうやって儲かってるのか、13パターンお話ししましたけど、いやもっとあると思います。もしくは複合的な部分もあると思います。このようにですね、もう儲かり方ってね実はいっぱいある。でも山下さん結局なんか農業以外でお金取ってる人たち多くないですかって、
そうなんですよ。いいところに気がつきました。実は今農業だけで儲けようとするとやっぱり相場だったりコストがかかったりっていうふうに結構キツキツな場面があるんですよ。つまりそこで何とかしようとするとコストだけ高くなって売り上げよりもコストが高くなる。だからその売り上げを上げるためにまたコストをかけるっていうこの負のスパイラルになってしまうんです。でそこに早く気づいた人っていうのは農業の損益分岐規模っていうもので確実に利益が出てそれ以上は拡張しない、もしくは、値段を決めて拡張していけばいくほど利幅が大きくなるっていう風な王道の農業というものを一旦やった上で自分に他に何ができるんだろうという風な自分が持ち合わせているセンスを生かした稼ぎ方儲かり方っていうものを今時の農業者さんはやってらっしゃるんですよっていうお話なんです。そうなの？商売センス、集客センス、ビジネスセンス、資料作成センス、人間力センス、企業センス、資金集めるピッチセンス、農家地域コミュニケーションセンス、地域言語化表現センス、多農耕多動力センス、政治リーダーセンス、情報発信センス、カリスマ的センス。さあ、あなたはどういうセンスがありますか？そしてそのセンスを生かした稼ぎ方、儲かり方、そういう農業をどういう農業をやっていこうと思っていますか？はい、ということで、これらの話をですね、次回の農ビジセミナーでは深掘りしていきます。そして皆さん方が自分に合った今からの販売戦略、これをやったもんが勝てるんですよ。だから最先端なおかつ最強の、販売戦略、こういったお話をね、11月9日19時からオンラインでやりたいと思いますので、ぜひご参加ください。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか？こちらの農は耕せましたでしょうか？農ビジ会、一歩先行く農業者のオンラインコミュニティ、ぜひご参加ください。他の農家さんってどうやってるんだろう、今の自分のやり方って本当に合ってるんだろうか、そして新しい農業チャレンジしたいよっていう方々、全国からたくさんご参加いただいております。今ですね、農ビジ会にご登録いただきますと、なんと有料動画、これがですね、173本見放題になっています。他にもですね、有料の、1100円でですね、農ビジビップ会員というのがあります。こちら4つ特典があります。1つはですね、農業ビジネススクールの動画がなんと無料で、見ることができます。他にも毎月開催しています農ビジ会、農ビジセミナーの、受講がなんと無料で、ご参加いただきます。他にも毎月オンラインライブ相談会っていうのをやっています。こちらも無料でご参加いただきます。他にも個別相談もなんと初回無料で対応させていただいております。お申し込みはですね、農ビジオンラインで検索してみてください。さあ、私と一緒にこれからの農業、一緒に農を耕しましょう。